こんにちは。はい、こんにちは。最近どうですか？最近？はい。忙しいよね。忙しいですか？忙しいよね。今、まあ、そんなコロナの関係でいろんなところには行けないけど、はい。結構忙しくない？忙しいですね。最近推しの YouTuber とかいないですか？推しの YouTuber？ 推してるっていうか、よく見てるのは、はい。俺、あの、音が結構光ってますからね。はい。あとあれでしょ。キャピーンですか？あ、いっちゃった。どうも、タミヤです。キャピーン。酔った？何ですか？酔ってない。え？は？酔ってないっす。そう、キャピーンのこの時に、はい、こうやってやるよ。はい。ガードマン。やるよ。はい。ガードマンが。はい。酔ってこない。どうやってやるんですか？もう近すぎちゃった、近すぎちゃった。ガードマン見てる。ああ。ガードマン面白いね。面白いですね。面白いよね。あんなにむちゃくちゃしてんのにさ、はい、いいねの数が多くてバットの数が少ないよ。すごいっすよね、あれ。すごいよね、あれ、はい。でもさ、まあ、あの、MY 君いるやん。でも結構、MY 君が相方で、相方というかもいるじゃん。はい。ガードマンがいるでしょ。はい。で、まあ、実際あの二人のところでしかやり合ってないからね。ああ。他人基本的にね。はい。基本的に俺がお前の家をぶっ壊しに行ったり。お前がここぶっ壊してきたり、あとはその、なんだっけ、俺がお前の iPhone 壊したりじゃん。でしょ？はい。そのやり合いだから、いいんじゃないかなと思うんだけど。はい。そんな感じかな。ああ。で、いたね。始めたやつ。ちょっと待って。なんだっけ、グーチョキパーで。グーチョキパーだけ。そうです。スクロールじゃなかったっけ。はい。右手はグーで、左手もグーで、ボクシングじゃなかったっけ。やってましたね。はい。でね、あれはもう高校の後輩だね。お前の元パートナーじゃねえの。俺のパートナーです。大丈夫。お前の元パートナーとお前の大学の先輩じゃない。先輩じゃない。そうです。高校大学の先輩だろ。そうです、ね、なんだっけ、アルボロートだっけ。アルボロートですね。スペイン語じゃなかったっけ。よくわかんないです。スペイン語で暴れるじゃなかった。違ったっけ。あ、結構見てるよ。結構見てる、結構見てる。でね、ということでね、始めたそうなので、まあもうね、あの、まあすごくいい子だと思うよね。はい。なかなかみんなやった方がいいよっていうけど、実際始めれない踏ん切り、そのラインがあるじゃん。はい。大変があるよね、やっぱね。ありますね。やっぱ、言っても無理でしょ、みたいな。はい。でも、そこを突き抜けてやる、頑張ってやっていきますって言ってる感じはいいよね。すごいっすね。すごいね。なので、今日をこの動画をもちまして、皆さん、あの、何でしたっけ、声出し王子ですね。はい。声出し王子は封印してもらって、ね、アルボロントのケイタと、アルボロントのヒデちゃんだったっけ。そうです、そうです。あってます、よかった。ね、そこで。僕の高校の後輩でもありますし、頑張ってやってもらったらいいかなと思いますので、登録者数目標は1000万人ですので、その夢に向かって頑張っていってもらえたらいいかなというふうに思います。一応ね、あの、これね、まあ知ってるっていうのもあるけど、面白いと思うよね。面白い。面白いです、面白いです。面白い、面白い。知ってる、まあでも知ってるからね、俺らあいつらを。確かに。っていうのもあるけど、まあ、はい、でも普通に純粋に見て、面白い、面白い。で、この動画いつ乗るか分かんないけど、俺が今のところ面白いのは、あのクイズのやつ。何にしながらクイズしますみたいな。はい。で、そういうのもね、一応ね、概要欄の方にね、あの、まあ、概要欄のところにさ、はい、光のチャンネルとか貼ってくガードなんて、ね、全く貼る必要ないけど。ね、なので、今回、あの、アルボロートの概要欄に貼ってきますので、あの、でアルボロートって何っていうね、このチャンネルで見た方にね、関して言えば、あの、ちょっとね、一回で、ね、見に行ってもらって、これで面白いなと思ったら、そのチャンネル登録してもらって、でも、毎日投稿続けるって言ったよね。そうですね。年間は。言ってました。なので毎日、あの、いろんなね、あの、ことを提供してくれるんじゃないかなというふうに思うので、あの、ぜひ、アルボロート、オンですね。はい。の、ケイヤと、ヒデです。そうです、ね。ぜひぜひよろしくお願いします。なので、今日で、ね、あの、声出し王子を皆さん封印してもらって、ね。
一応バドミントンやってますって言ってたので、ね、頑張ってもらいたいと思います。しっかり頑張ってください、はい。でこっからはちょっと真面目な話で、実際そろそろ年収がさ10億に達しそうなんだよ。10億ですか？ええ10億ですか？まあ、それ嘘だけど、全然嘘だけど。まあね、ここからはね、ちょっと真面目に。最初はね、ちょっとね、いろんな、ちょっと世間話になっちゃいました、なってしまいましたが、ここからね、有料会員の方がですね、質問が来てますので、はい、それをね、自分なりの回答でやっていけたらいいかなと思います。メインはこれだからね。メインはこれだから。え、アルボロトじゃないですか？アルボロトじゃないですか？アルボロトもアルボロトで、はい、で、グーチョキーパーそれやったら切りたいから、はい、言います。調子がいい時と調子が悪い時がやっぱり人間なんであると思います。そこで試合の時に調子が乗らない時、どのようなことを意識してやったらいいのか、またやってはいけないことなど、気持ちの持ち方や意識の仕方を教えていただけると勉強になります。だそうです。まずね、これね、前にもあったと思うんですけど、この質問、これね、じゃあ毛利的にはどう？調子が悪い時ですか？質問の回答ちゃんとしないです。調子がいい時はもう別に何やっても調子が何でも入るじゃないですか。じゃあまあいいじゃん。調子がいい時は考えなくていいじゃん。はい。調子が悪い時。質問って、まあどの人にも共通する方だと思うんですけども、強い人ほど、まあ強い人って言い方欲しいな、こう試合で継続的に勝ってる人、はい、勝ち続けてる人ね、はい、まあだからそのトップで言ったら桃田とか岡山とか、はい、遠藤さんとか渡辺裕太とか、はい、こう強い人いっぱいいるじゃん、はい、で人って俺分かんない、聞いたことでもないけど、調子がいい、お前も言った通り調子がいい時なんていうのはあんまり目に見てないわけよ、はい、でも自分が調子が悪い時にどれぐらいのレベルになるのかっていうことを客観的に見て分析ができてる。はいはい、分かるだからその調子が悪い時は自分はこうなっちゃう、はい、ああなっちゃうってなってきたときに、それをまず自分が調子が悪いときはこういう風になっちゃう、ああいう風になっちゃうっていう風なのをちゃんと自分で理解するべき。まずこれまず一つ目、はい、まず一つ目で、二つ目はじゃあ調子が悪いわけじゃん、はい、ってことはいつも入ってる球、ね、リスクを背負って例えばね、行く球、行くラリー、はい、いろいろあるよね、あります。そういうところを少しずつ削っていかないといけない。調子が悪いわけだから、自分がやりたいことをやって店につながるわけでしょ、はい、でしょ。なのでそこの部分をじゃあ果たしてそことちゃんと向き合えてるのかどうか、これまず2つ目、これを2つ目、はい、で3つ目はじゃあ調子が悪いのであれば、ね、特にね、世の中ね、天才は少ないわけなんで、はい、何もパンって考えないでそういう調子がまずいなっていう時にこうひらめいてパンってできるような人はなかなかいないと思うんで、いないですね。ってことはみんな調子が悪い時にこういうプレーをします、こういうプレーをします、こういうプレーをしますっていうのをこうしっかり組み立ててやってくれると全然違う。例えばだけど調子が悪い時、じゃあ教科書 A のプレーをしますと、はい、はい、じゃあ教科書 A で調子が、今全部調子が悪い時の話ね、はい、調子が悪い時教科書 A のプレーをしますと、ね、例えばちょっと守備重視でいくのか攻撃重視でいくのか、そこら辺はもう個人で考えてもらったらいいと思うんだけど、はい、パターン A でいくのか、ね、じゃあパターン B でいくのか、 C でいくのか、 D でいくのか、この ABCD この4択で、4択くらいは考えてほしい。各それぞれ、うんね、でこれに全てに共通するようなことね、これに全てに今4つ今挙げたけど、はい、4つに共通することは絶対に簡単に点数を取らない、取ろうと思わないでほしい。調子が悪い、はい、調子が悪いんで、そこをまず大前提に置きながらやってほしい。これ絶対、ここは絶対
これができるようになると今言ったようにこの調子がいい時と悪い時それは差があると思うんですよ確かに、はい、でもそのね調子が悪い調子がいい時はここが強いじゃん、はい、普通の時はここねで調子が悪い時にここになっちゃうわけじゃん、はい、でもここの部分が多分その今の考え方をやることによってこの普通のレベルまでは来ないと思うけど普通と調子がめちゃくちゃ悪い時とこの間ぐらいには来れると思うあうん、でその積み重ねだと思う。わかる。わかりました、うん。で、あとは、これもなかなか難しい話なんだけど、普段やってる、まあ、綺麗事で言ったら、はい、普段でやってる練習をしっかり本番で出して、あの悔いのないようにってなるんだけど、はい、実際にね、あの試合とかで、あのやその一応やってきてるじゃん、はい、って思うんだけど、やっぱね 100% の能力がある 100% の力があって例えばその自分の 100% これだっていうのがあるじゃん、はい、それって 100% って出ないわけよ出ないですね、うんはい、出ないわけよ、はい、ということはもう腹から 100% 俺出ると思ってやってないから当時お、うんうん、でねこれまたまた深い話になっちゃうんだけど、はい、100% ってで 100% を出そうと思ってる人って、はいまあ、もしかしたら 100% 出るかもしれないでも 50% の力が出る可能性の方が高いわけよそういう考えの人って意味やからわかりますわかりますだって 100% の力ってことは狙いたいところを狙うわけだ、はい、普段の練習だとそんなにプレッシャーもないしねそのなんか重圧もないから多分入る時もあると思う、はい、でもその残像が残りすぎて本番の試合で同じことやるでしょでもそれが本番の試合だからって言って出ちゃったりねアウトになったりミスにつながっちゃうと 100% って自分が思ってるところで一気に 50% になっちゃうだからそれが 30% か 20% なら分かんないけど、はい、なのでそこの部分を本当にこの100を見るんじゃなくてどういう風にやったらこの80だったり85、90を出せるかっていうことを逆算しないといけない難しいね深いですね深いねこのねなので100% ばっか見てドーンと落ちるんじゃなくて、はい、常にそういう考えを持ってるとドーンと落ちる可能性があるから私はそういう考え僕はそういう考えじゃなくてそこから 50%、55%、60%、70% どういうふうに上げていけるかなって考えるのが頭のいい選手これは絶対的にそうなのでちょっとね今回ねこういう感じで話させてもらいましたけどまあちょっと多分いきなりこんなこと言われてもって思うかもしれないんでこのね話自体もなんていうのこの話の中でも疑問が多分みんなあると思うありそうですこの回答に関してもね、はい、それをちょっとその中でももしこれに関して質問がある方に関してはもう質問コメントの方に書いてもらってねはい全然いいので有料会員だったら実際コメントとか全部見ちゃうからね、はい、実際コメントに返しやすいっていうのもあるよね、なので、まあ、そういうところもこう何有料と無料の差別化差別化でしょどんどんやっていかないと、だって、まあ、もちろんだけど、まあ、あっちは絶対有料にならないじゃんならないですね有料にならないじゃん、はい、っていうことはもうその今入ってくれてる人っていうのはもう俺のファミリーみたいなもんよ。ということはその人たちにまず目を向けない限りは厳しいわけよ。そうですね。でしょ？はい。だからそこの部分はもう周りになんて言われようが、僕はこのやり方でやっていこうと思ってる。はい。で、今回に関しては、これは一回みんなに見てもらおうと思って、みんなに見てもらいたいから、その、何？普通に出そうと思って。あ、無料の方ですか？うん。なので、これからね、そういう質問が等あったらね、ガンガン差別化していくから。差別化ってダメなのか、言ったら。あんまりよろしくないかもしれないです。何そう。じゃあ、こう、なんて言ったらいいの？区別ですか。よくわかんないですけど。まあ、有料でしかないコンテンツだよね。そうですね。有料でしかないコンテンツ、どんどんやっていきたいと思うので、はい。まあ、その点は ね、これからもね、皆さん楽しみにしてもらって、質問、どんどんどん。意外にこういう考え方を持ってますよ、意外にバドミントンを知ってますよ、ぜひぜひ
のね、あのコメントであふれ返る、はい、チャンネルにしたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日終わります。キュピーン、お疲れ様でした。ありがとうございました。夜の遅かった。遅すぎだろ。そうです。左手はチョキで、右手もチョキで。キャッピング。終わります。ました。